何回かしてきたじゃないですか、うん、はい。で、うちの小学校にちょっと特技がございまして、はい、鍵盤の匂いでその人の位置を把握できるという能力があるわけですよ、この人、うん、あの飛行機の中で隠れんぼした時に、うん、はい、目隠し隠れんぼした時に島袋が、うん、あの嗅覚を頼りに馬を探してたという、はい、やばかったわ、ね、もう目隠しの意味がないと、はい、だから目がこういう風やからね、いけねえだろ、それは。だからその鼻に銃そう、置いてるんだ。あ、なるほどね。目を退化させて鼻を進化させたみたいな感じで、まあ、島袋は新たな能力があそこでね、開花されたわけですよ。え、そのメンバーの匂いで当てれるんなら、はい、え、この人も100キロデブですから、はい、食いしん坊じゃないですか、うん、ご飯の匂いでも当てれるんじゃないと思って。いや、もうちょろいですよ、そんなの。はい、なので今回は学校で匂い目隠しかくれんぼやりたいと思います。来ました。これは隠れ隠れ隠れない企画だね。そうだね、鼻が良くないともうこれは企画がもう成立しない。あ、それです、それです。じゃあちょっとルール説明する前にちょっと配ります。はい、で、まずガチヤマこちら、はい、おお、餃子、餃子、うわ、餃子、いい肉効いてます。ハン君がこちら、もう二郎系ラーメンじゃないですか。これ筋トレやん。なんでそうだよ。で、ヒロトがつまむ、はい、しまぶくろ大好物。はい、来ました。ピッツァ、あ、チーズ、いい匂い。あ、匂いすごい。で、俺がこちらカレーということで、カレーですね。まあ、まとめると、ガチヤマが王将の餃子、はい、ハンクがラーメン二郎の、二郎ラーメンで、ヒロトがドミノピザのピザで、俺がココイチのカレー、はい、カツカレーです。カレーの匂いやばい。やばいね。でもカレーが一番強いかもね、うん、スパイス、あ、もうニンニク、あー、やばい、ニンニク野菜がしまして、脳が痛い、脳が痛い。で、今から、僕たち今、小学校で撮影させていただいてるんですけど、学校の2階のみで今から島袋以外隠れます。手元に、料理を、持ってもらってその場で待機してもらいます。島袋は、僕たちが隠れ切った後に、目隠ししてこの食べ物たちの匂いを頼りに僕らを見つけてください。かしこまりました。ということで、はい、まあ、1個難しいとしたら前回よりエリアがまあ広くなった。いや、そう、広いし風がすごく通ってる。そうだね、風通しいいから、うん、まあ、それが匂いをね、地に発生させたじゃない。で、制限時間は1時間、うん、はい、とさせていただきます。まあ、1時間は欲しい。いや、そうだね、まあ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 、まあ、1時間ぐらい、まあ、初回ですから、これまだまだまだということで、島袋には、一旦1階で待機しておいてもらって、はい、僕ら2階で隠れたと思いますので、合図したら、2階に上がってくれると思います。はい、ということで、早速隠れていきます。よっしゃー。さあ、ということで、僕たち4人は、この食べ物を持ちながら隠れるんですけど、もう僕たちは、あの後隠れる場所を決めたので、皆さんに一旦紹介しておきたいと思います。はい、では、あ、ガチヤマカレー、ガチヤマカレー、はい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 、じゃあ、僕、すぐそこです。餃子ね、餃子です。ちょっと、失礼しまして、ちょっと、餃子どうやって撮るんですか。どれか落としてるそれくらいは。いや、ここはすごいむずいわ。これでも餃子下にちょっとこうやってる。いや、そうだな、もう僕はここです。餃子触る前に餃子食べたら思うけど。うわー、ここ今までなかったんじゃない、こんだけ高いところ。今日で一番難しいポイントかな。ラスボス、俺の身長よりある。ただ、あいつクマダツ出すから、まあね、一時期体が触られる可能性が全然ある。ここもやってなく、こんなの、うん、でも、あー、まあまあ、ここまで上げたら可能性はあるかも。ということで僕はこちらにします。はい、じゃあ続いてハングでいくか。じゃあ俺行こうか。はい、ついてきて。はい、僕は図書館ね。図書館か。ということで僕はここにしまーす。ババーン。図書室の机の下、はい、ここに次郎と一緒に寝ときまーす。こうやって下から上に行くからね、匂いは。あー、そっか。そうだ、もっちゃんは結構嗅ぎ回らないとって感じ。マジ臭い。でもここにいると、ここにいるとマジ臭い。こちらです。はい、倉庫みたいなとこなんだけど、ここの、はい、角、こちらです。こうです。なるほど。いや、これバレるぞ。音だってする方に来るじゃん。扇風機の匂いでさらにピザの匂いを充満させる。ここちょっとイージーかもしれない。
はい、僕はですね、こちらの部屋、まだ部屋があるんですけど、ここの、はい、結構いいスペースに寝れる場所があるんで、こうでも寝とく。あー、なるほどね。こうやって彼がこれをできますよ。僕はここで行きたいです。さあ、ということで準備が整ったようです。もう匂いをたどって、もう流れてくる風を、この匂いをたどっていって、4人を見つけていきたいと思います。目指せ、15分切りやっていきたいと思います。それでは参りましょう。匂いかくれんぼ、よーい、始め。よろしくお願いします。まず階段ね。まだ匂いは感じませんね。よかった、鼻炎じゃなくて。よし、ちょっと待ってな。階段登りきってから匂いを嗅がせていただきますか。はい、まず第一スメア。はい、ってことで匂いつきました。まだ学校の匂いだ。じゃあまず防火扉、ここ教室かな。じゃあお邪魔します。ちょ、エアコンついてんな、風が。あー、何もいい匂いを感じないね。あれ、この部屋ないんちゃう。ないんじゃないの。ちょっと一回角っこ行ってみるか。あ、ちょ、これ本棚っぽい、わかる、この棚の湿気た匂いだ。なるほどね。御車の匂いが邪魔だ。ごめん、めっちゃ御車の匂いしてる。いや、この部屋がないぞ。ピザか、何か匂うな。いや、待て、なんかこの匂いお前や。いるのは確定した。お前そこにいるの。あー、なんだろこの匂い。ちょっと待ってくれ。わ、なんかいる。あ、全然違うわ。あ、いないのか。匂いの違いは感じることができるから、いや、ワンチャンこの部屋いないかもな。うん、怖い。待って、めっちゃカレーの匂いしてきたけど、これ多分下からのカレーの匂いやねんな。下からこう風が上がってきてるから。じゃあ次こちらのお部屋に移動します。これ何の部屋だったっけな。やばい、ちょっと今回学校広すぎてさ、難しいね。これ15分切りは無理だね。うわ、はい、わかりました。ジローいます、ここに。あー、ニンニクマシマシでーす。ジロリアンのアンテナがピーン。いやー、ジローがいるね。どこかにジローがいるぞ。ここまでして匂いがわかるものが。んー、ジローちゃん。これみんな動いてないよな。止まってるよね、さすがに。あ、止まってます、うん、いや、どっかにおる。ハンクの匂いを混じってんな。確定です。ハンクのね、あの柔軟剤の匂いが。いや、この辺が強い。もう確定だね、ハンクはいます。どういうの、カバッコで大事だ。うん、カチ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 、待って、ちゃう。耳もいいぞ。意識してきば俺耳いいぞ。でもやっぱ入った瞬間にジロリアの匂いがしたからさ、ジロリアっていうかジローの匂いがしたからさ。はい、間もなく10分経過します。やばい、10分もう経過してる。いや、でも確定してんのにな、ここいるっていうのは分かってんのに。
やばい、この辺が強い。下にしゃがまれてる。え、めっちゃこの辺ついてる。お前ここ、あああああ、いたー。これ半分だな。正解。ジローだね。ジローです。よし、来ました。すっごい全部正解してる。ありがとうございます。じゃあもっちゃんご褒美に一口あげます。ここに丼とお箸があるので、じゃあ行きますよ。この、はい、うん、ご褒美です。一個目ビンゴー。ありがとうございました。はい、もしここに2人以上いるとしたら、うん、もうジローで匂いが消されてるわ。だからちょっと時間置いてからまた帰ってきます。はい、で今あの10分経過してます。はい、え、ここあとどんぐらい部屋があるんだ。次の部屋へご案内。あ、これ教室か。来ました、第2の教室、お邪魔します。あー、ごしゃ、何も匂いが…何も匂い感じないけどね。こっちは、はい、ちょっとさすがに難しそうだから、うん、チャンスだよ。おっと、いいと、やっぱ食べ物ってあったかいと匂いするやんか。あ、まあまあそうだね。だから電子レンジ温めチャンス。お、欲しい時に言ってください。かしこまりました。はい、欲しい時に言ってくれたら温めチャンスいくらだけあげる。いや、この教室いないね。何の匂いもしない。教室の匂いがする。で、こっち一回息止めて、止め出して、いや、なんかチーズっぽい匂いすんだよな。俺の鼻がバグっちゃってな。開くのか。あ、こういうことね。これっぽいね。しかしここないね。あれ、ここいたはずだったんだけどな。くそ、ごしゃ、お前の匂いがずっとじゃおる。やばい、この教室いないのか。いや、言うって絶対これや。はい、20分経過です。図書室まだいるの、もしかして。カレーの匂い、これ下からのカレーか。どこのカレーだ。いないか。連携プレートってんだこいつら。なるほどね。くそ、エアコンが。めっちゃ待ってんねんけど、なんかやばい、何も見つからないとこの匂い。ジロー、ニンニクか、あいつ強かったの。他3つ激ムズやな。
段から鳴ってるくね？こっち？ここになんか部屋あったっけ？ある！カレーはここでしたか。1階のカレーだと思っていました。カレーの匂いが。いや、いるぞ、絶対どっかにいるぞ。え、やっぱこの辺が強いかも。こっち行ってみようか。ちょっとこっちからあんまり変えないよ。で、いうとここ確か鏡があるね。うん、お部屋だね。そうです。あー、ここエアコン直当たりだ。なるほど。逆にこの風が流れてあの部屋に流れていったっていう説もあるからね。ん？ここからも風浴びるぞ。これ扇風機か。うん、こう来てる、こう来てる。この辺ちゃうか。いや、でもなんかピザみたいなやつするんだけど。待て、ヒロトか。なんかめっちゃヒロトの匂いが。ヒロトかな。あ、はい、わかりました。はい、カレーももしかしたらいるかもしれないけど、ピザです、この匂い。俺の予想はね、ピザの匂いがする。でもヒロトの匂いもする。お前だ！正解！で、ピザか。ピザで。よし、すごい。てか、ピザより俺の匂いさっき嗅ぎつけないでくれ。いや、お前の車の匂いがしたからさ。はい、ヒロト確保でございます。今何分？今ちなみに30分も経過してます。30分経過してます。はい、いや、もうやっぱここからすっごいカレーの匂いすんの。いや、ここちょっとカレーの匂い溜まりすぎちゃうか。絶対いるわ。もうここ探します。いや、絶対カレーいる。いや、消えていった。いやー、この部屋に下か。いや、でも椅子やねんな全部。いや、すごいカレーの匂いする。いや、レンチンは餃子に取っておきたい。なるほど。うん、いや、もうめっちゃカレーの匂いしてる。ごめん、どっち。うわ、ここすごい。あはー、福神漬けの匂いがしてます、ここ。福神漬けの匂いがしてるね。いや、もういるね。あ、これあったかってことはこの棚ない。やっぱここら辺やって、匂いが途中で消えるもん。はい、ケイスケ確保でございます。じゃあ次、最後ガチ山か。はい、残すは、ガチ山のみとなります。何分あと。今ね、残り25分あります。いや、早いよ、めちゃくちゃ早いよ。めっちゃ怖かったよ。ってことで、まず一旦、はい、3人見つけました。残す、ガチ山の餃子だね。そうですね。これがね、多分結構むずい。俺の中では包まれている以上、やっぱ油の匂いはするかもだけど、やっぱこう、エアコンとか風通しがいい学校なんで、結構匂いが流れやすいと、
なもんでちょっと餃子だけこの赤金チャレンジお願いいたします。はい、了解です。はい、ということで、はい、レンチンできたみたいなんで餃子、うん、残り25分からスタートしたいと思います。よっしゃー、よーい、スタートです。再開。餃子はね、それも餃子の王将でしょ。そうですね、もっちゃんはバイト経験あるもんね。うん、エアコンの匂いが邪魔だ。いやーでもしてるぞ、餃子の匂いが。やっぱこの部屋、え、ここってさ、うん、あれやんな、すぐ1個目の部屋やんな。な、そう、一番最初に来た部屋。一番最初にやっぱおったんかよ。俺の鼻は合ってんやろか。あね、それも皆さんぜひ高評価コメントの方よろしくお願いします。ということで、
また明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。クラウドのチャンネル登録する。いや発射 GO エスポワールトライブ、時代を変えるために今アクションやがよう。12345動画再生数急上昇、難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動、折れない心を持つのがマスト、エスポワールのインパクト。